はい、こんにちは。箱庭兄弟のただのりと申します。ではね、なんかクラスメイトを順番に回ってくらしいので、最初はメガネのところに行こうと思います。よし、来たぜ。メガネなら親友の話を聞こう。あら、閉まってる。あ、土曜日なんだ。今考えよう。ビッチがいるとすればやっぱり娘の顔。じゃあ劇団の方に行くか。来ました。劇団入り口のドアが、あれ、劇団も休みか。念のためクォーター、ウォーターワークス、ウォーターワークスに来ました。なんか店長にもよく会ってる気がするな。今日は混んでるな。いらっしゃい。どうも。佐々木陸さん、今日は来てませんね。なんで会わねえんだよ。ここもダメか。じゃあ高校行くか。校内に生徒の姿は見えないが、グラウンドから部活練習の声が聞こえる。お、やってるみたいだな。好都合だ。学生がいるなら監督もいる。早速グラウンド行ってみるか。お、いいね。ベンチに腰掛けた猿が選手を怒鳴りつけて、お前らふざけてるのか。最初の一歩が遅いんだよ。必死でやれ。うん、ザ体育教師。猿が分野を鍛えてる。これは大猿よりも同じボス猿だな。猿やってるな。あったんまいか。文通相手の件は肩がついただろ。まだ帰らないのか。まだ帰れないですよ。あんな作り話でごまかされる俺じゃない。あれは真実だと思ってるのかな、みんな。お前がそんな嘘つきだったかばっかりだな。嘘じゃねえって言ってるんだ。まあいい、とりあえず聞こう。親友、文通相手の親友について教えてくれ。お前は本当にしつこい性格だね。いえ、彼女と親友について聞かせてくれ。女子の友情なんて俺にわかるわけないだろう。ああ、お前にも親友はいるだろう。一緒に野球をやっていた幼馴染がいる。ああ、そいつが困ってたらお前は手を貸すだろう。まあ、そうだな。親友はクラスメイトと不仲になった彼女を助けようとしたが救えなかった。どうしてだと思う。そんなの知らねえよ。俺の推理だが、お前たちが邪魔をした。なんで、ん、そうなの。以前のように仲良くなった彼女と西野さんをお前たちが引き裂いたんだ。お前は見当違いをしているぞ。あそこまで彼女が追い込まれたのは親友のせいだ。え、ゆかりさんのせいなの。それは教えてくれ。野球部員たちが周りに集まってきた。あ、エースの、あ、ごめんね松井くん。あ、ごめんね松井くん。何かあったんですか。何もないよ。なんサインボール。こいつ友人で、ちょっと昔話に花が咲いてな。そうですか。甲子園を目指して練習中なんだ。もう帰ってくれ。ごめんね松井くん、君のサインボールもう売っ払っちゃった。売っ払っちゃったというか。あ、何、大場高校のパンフレットが新しくなったんだ。玄関の受付にあるから一つ持ってけ。ん、え、それだけだ。あ、はい。それとも単に場所が違うのか。いや、ないんだもんね。いや、猿は間違いなく玄関と言っていたぞ。窓の向こうに何人か職員が見える。受付の人に聞いてみるか。すいません、はい、どうしました。教頭っぽいパンフレット。渡辺先生からここに学校のパンフレットがあると聞いたんですが、一部もらえますか。構いませんよ、ご自由にお持ちください。何が変わったんだろう。猿が言ってたのはこれか。別段新しくなったようには見えないが。どうもありがとうございます。パンフレットを覗いて中を見る。これはパンフレットに、あ、卒業生のインタビュー。2000年度卒業、島根県立美術館部長。あ、やっぱり。あ、今の私があるのは高校生活の貴重な3年間のおかげです。厳しくも楽しい高校生活を送ってください。でも人生の勝負は卒業後です。高校で結果が出なくても焦らずに地道に勉強してください。なるほど。え、これもういないの。もう追っかけみたいになってる。白山公園行きました。
ああ、確かに考える。あ、局にとりあえず殴り込みに行っちゃうのね。俺は嫌われているみたいだから呼び出しに応じてくれるかな。免除されててほしいな。村上美咲さんに会いに来たんですけど。アポは取ってありますか？いや、取ってないです。今ダメかな、呼び出しますね。あ、OK になってる。村上さんからあなたが来たら連絡してほしいと言われてるんです。そうだ、村上さんに気に入られたみたいですね。気に入られちゃった、マジでやったね。そうかな、どこが気に入られたのかな。マックスなところじゃないですか。マックスなところ。呼び出しますから少々お待ちください。受付嬢には言ってないと思うんだけどね。マックスなところとか。ガリを待つことにした。あ、なんか見る。え、じゃあ観光ガイド、これ関係なさそうだけどね。あ、これ見ます。広めのスペースがある。うん、番組宣伝のポスター。あ、出演者の顔がイラスト、ガリのイラストも。帰らなかったのね。帰らなかったよ。帰れるわけないだろ。そろそろ全て教えてくれてもいいだろ。教えたい気持ちはあるわ。でも何、昔のクラスメイトに気を使ってるわけか。それだけじゃないわ。何、自分で突き止めるよ。彼女の親友について教えてくれ。いよいよ確信ね。そうです、名字は西野だろ。分かってるなら話すことはないわね。いや、その先だよ。意地悪い言うな。親友はどういう人物か。私は嫌いだったわ。というか今も好きじゃないわね。マジで。ただ気が合わないだけ。親友はチビが好きだったのよ。でもチビは彼女が好きだった。三角関係。親友は彼女が羨ましかったのかもしれないわ。それが妬みになった。あれ、ま、彼女が自殺した原因は親友にあるんだ。原因は全員にあるわ。でも一番罪が重いのは親友だと思うわ。彼女がしっかりしていたらこうはならなかった。親友は誰なんだ。ここまで自力で来たんだから自分で探して。いいじゃん。彼女が嫌いなのにどうして変わるの。嫌いだけど、でも守ってあげたいの。何、どういうこと。私たちの夢なのよ。何が。私、高校の頃に思い描いた自分から随分と離れてしまった。クラスメートの誰かが夢を叶えたら自分ももっと頑張れると思うの。だから嫌いだけど応援したい。うん、どういう夢。あ、違う、ガリは報道やりたいの。やれてないけどね。あのポスターに書かれてるの私なんだって。似てるじゃない。まるでタレント扱いよ。俺もガリと、ガリの上司と同じ意見だ。何が。バラエティも立派な仕事だと思う。今の仕事を頑張っていればいつか報道に行った時もきっと役に立つよ。それは分かってるけど、今夢一歩ずつ近づいてる最中だろ。彼女だってきっと応援してるぞ。そうね、ありがとう。ガリは少しだけ微笑んだ。文通相手は自力で探せよ。いないよ。いや、いるよ。西野さんもういないわ。え、嘘。いるよ。ポスターのガリのイラストを見る。ガリは謎の言葉を残して、いや、もう気づけ、性が変わってるだろ。しかしこのイラストは本当によく描けてるな。人物の肖像画か。何かが引っかかるな。あ、覚えた、わかった。肖像画といえば美術館か。あそこで何を見たっけな。待てよ、15年前の新聞記事のコピーを見る。文野陽子の写真が。これだ、この写真の人どこかで、ん？見たと思ったけど。あ、え、そこの絵なの？なんかね、あ、外へ出た時、ゆうかちゃんからメールが入る。あ、来たぜ。じゅんさんの高校の名簿に西野さんの、あ、西野ゆかりだろ。おい、美術館の石原さんと同じ名前だ。いや、考えろ。そこまで来たらわかるだろ。名字が変わったという意味だろうか。うん、まあいいや。美術館に行こう。県立美術館にやってきた。俺の記憶が正しければ、文野陽子さんを見たのここだ。パズルが埋まっていく。
お、女子会員とだ。すみません。はい、何でしょう。また可愛いので来た。石原部長のことで質問があるんだ。官庁候補の人を調査してるんですか。官庁候補。私は石原部長が官庁になることに賛成です。なんで。私は調査をするだけなんだ。彼女は独身だよね。はい。他にもいろいろ聞いてみよう。苗字。おかしいな、調査長では苗字が変わってる。それは両親が離婚したからですよ。母方のせいになったのか。それと石原部長はどういう人。部長は情熱の人です。そして温かい人。見た目はクールな感じだけどな。うちに情熱を秘めているんです。今回の企画展も部長が絶対に成功させるんだって周りの反対を押し切って言ったんです。うわ、松江出身の無名画家の絵画展見てあげてください。特に母という絵は心が揺さぶられます。は、ありがとう。館内を歩いていく。その絵を見ようと思ってやってきたんだ。一枚の絵の前で立ち止まる。笑顔の中年女性の絵。俺はコピーした新聞記事の文野陽子の写真と比べてみる。この絵のモデルは文野陽子さんだ。おお、文野綾だが。絵のさ、びっくりした。ちょっと待って、衝撃で。絵の説明を見る。タイトル、母、作者、文野綾。解説、あれ？あ、じゃあその、そっちの文野綾か。後の文野綾ね。1999年12月25日、火事になった文野邸で発見され、よく残ってたね。18歳の若さで亡くなった文野綾さんが描いた、母親、文野陽子さんの肖像画です。綾さんの夢は画家になることで、この絵は全国高校絵画コンクールで大賞をもらった作品です。火事で亡くなった文野陽子さんが抱えていて、燃えずに残っていた絵です。文野陽子さんは娘の描いたこの絵を灰にしたくなくて抱えていたようです。重いな話が。絵を見ていると石原さんが言ってきた。綾さんの夢を叶えてあげたくて、私の独断でここに展示したんです。優しい絵だ。描いた絵と描かれた人の優しさが伝わってる。今日は早く帰れるんです。ちょっと付き合ってもらえますか。ぜひ。俺も話があります。ここで出てきたのが親友だとは思わなかったな。彼女が親友なのだろうか。俺にはまだ確信がない。石原さんがやってくる。実はお願いがあるんです。何。私引っ越しをしたんですけど、仕事の資料を入れた段ボールが積み重ねた上に置かれていて、それを取ってもらいたいんです。力仕事に自信はないけど、ここから歩いてすぐです。彼女には思惑があるぞ。でもそれは俺も同じだ。彼女が親友か確かめたい。石原さんと一緒に歩いてきた。おう、石原さんとマンションの部屋に入る。はあ、一人暮らしの女性の部屋に 2LDK の、おう、シャレ、うん、おしゃれで合ってる？わかんない。なマンション。窓の外から松江市の夜景が見える。開封されていない段ボール箱が積み上げられている。引っ越しをしたのは事実のようだ。ガランとした何もない部屋に段ボール箱が山積みにされている。聞こう。何を手伝えばいいんですか。上の段ボールを下ろしてもらえますか。上の段ボール、分かった。上に積まれていた段ボール箱を下ろす。段ボールにはこの部屋の住所、あ、コースターに書いてた。松江市、何、分かんないけど 15-3-051-501。 これはここの住所。どうかしましたか。いやいやいや、なんでもない。でもまさかここに来たのは初めてだし、気のせいじゃないよ。その後、俺は引っ越しの片付けを手伝った。ありがとうございました。これで部屋が片付きました。今日あなたが勧めてくれた、玉造流神社に行ってきました。そうなんですか。私は高校を卒業してから行っていないわね。いいところでしたよ。すいません、少し待ってもらえますか。お酒が見つからなくて。酒？石原さんが段ボール箱を開ける。箱の中には本や古いアルバムなどが入っている。おかしいわね、この下かしら。お、段ボール箱から本や古いアルバムを出す。お、アルバム。てかまあ、お酒の名前かな。なんというお酒ですか。オルホです。あ、オルホ知ってる。まあいいや、とりあえず
宮地ここ生まれた時からずっと石原なのか。それはそうですよ。名字なんてそうそう変わるものじゃないでしょ。まあね。石原さんが、取り出した古いアルバムに目が行く。アルバムに NY とニューヨークとイニシャルが書かれて、イニシャルが見つからないわ。ビールでいいですよね。え、いいの？缶ビールを持ってくる。ビールは遠慮するよ。それよりも聞きたいことがある。どうしたんですか？なんか怖いわね。いや、そんなことはないよ。ただの追求開始ですよ。いや、見事にいいタイミングで来てくれた。ってところで、この辺で、あ、いいや、まだ全然続けるわ。さてさてさて、マガタマって親友の首輪じゃねえ、ネックレスの話だったのか。なるほど、マガタマの便箋ね。なるほど、じゃあゆっくり考えていこう。彼女が親友かどうか直接聞いてみるか。あなたが親友なんだろう。何ですか。まあ何でしょうね。フミナエを演じた俺の文通相手の親友はあなたですよね、石原ゆかりさん。言っている意味がよくわからないわ。あなたは2000年に松江大場高校を卒業しています。そうでしょう。だからちゃんと押さえてるよ。これがね、パンフレットに載っているぞ。松江大場高校のパンフレットに載っている石原さんのインタビューを見せる。これあなたですよね。そう。だから何ですか。開き直りか。あなたは15年前に大場高校にいた。メガネ、ビッチ、デブ、ガリ、サル、チビのクラスメイトだ。そんな人たち知らないわ。嘘つけ。パンフレットを見せたことで卒業生だというところまでは認めさせることができた。今度は俺の文通相手と石原さんがクラスメイトだった証拠が必要。これだ。でこれだ。俺はオルホの酒がある場所を知ってるぞ。さっきあなたの探していたオルホという酒は中村バーにありましたよ。チビが出してた。偶然同じお酒があったんじゃないかしら。いや、え、そうなの。言い訳が欲しいな。余計なことは考えないで一杯やりましょう。あれ、これこのまま殺されるじゃんですか。いや、話が先だ。チビがここに来た何か別の証拠が必要だ。よし、大丈夫。それならある。コースター。それならこれも偶然か？コースターには153、15-3 の501と書かれてる。ここの住所と部屋番号だ。チビが書き留めたんだろう。そんなものがあったのかしらね。なんでですかね。おそらくあなたが引っ越したことをチビに明かした時のメモがそのコースターだ。そしてチビはあなたの引っ越しの手伝いをした後にオルホを持って行ったんだろう。彼あまり手癖は良くないようだな。憶測で語るのはやめて。全部偶然よ。だって私はチビって人を知らないわ。石原さんはチビのことを絶対知ってるはずだ。え、親友とチビ、好きな相手かな。好きな人を知らないわけないだろう。親友はチビのことが好きだったんだろう。そう教えてくれたクラスメイトがいたぞ。おっしゃ、家に呼ぶような間柄ってことは多分付き合ってるんだろうな。あら、全部あなたの憶測でしょ。まあそこは憶測でしたけど。え、マックスモード行っちゃう。これ初見きつい。真相を話してくれ。で、いける気じゃない。ダメか。何のこと。真相なんて言われてもわからないわ。ダメだ。強めならもうちょっと上の方だな。親友なんでしょ。これ合ってる。もうちょっと強い方がいい。あ、じゃあ一番強くいくか。違うわ。ダメだな。よっしゃ、断定でいくのね。チビたちのクラスメイトなんだろう。あなたが親友だ。証拠はあるの？大場高校のクラスの名簿でも持ってるの？え、彼女は頭の回転が速い。それを逆手に取ろう。名簿はメガネから見せてもらった。クラスの名簿には確か石原の名前があったぞ。でしょうね。いや、石原という生徒はクラスにいなかったはずよ。そう、いなかった。でもどうして知ってるんだ。
あなたがそのクラスにいたからだ。あなたは両親の離婚で母方のせいになったんだろう。そうしても私がクラスメートだったという証拠はないわ。なんて固くな。本当に名簿に載ってるかどうかもわからないでしょ。それならビッチが口を滑らせて親友は西野だと教えてくれた。いや、ビッチ怒られるぞ後で。あなたは両親の離婚で母親の旧姓の石原になった。元の名字は西野だ。どうだったかな。そこのアルバムにニューヨークと書かれてる。西野ゆかりのイニシャルだろう。あ、強く行くか。一番強く行こう。いや違った違った、それじゃない。俺が正義だ。正義である俺に協力することは必ず彼女のためになる。信じてほしい。そんな妄言の何を信じろというの。うん、なかなか話が進まないな。どうにかして彼女から真実を聞き出さないと。2番目かな。あれ、私は十分自分に正直なつもりだけど。あれら、なかなか話が進まないな。これ無限にある強い、ね、あなたが親友なんだろう。あなたが親友なんだろう。私は親友じゃないわ。確かに私はクラスメートだったのかもしれないし、両親の離婚で名字も変わっている。でもそれだけよ。アヤさんも親友も関係ないわ。かたくなに否定するところを見ると彼女が親友で間違いなさそうだな。なら彼女は俺の文通相手を知ってるはずだ。違うわ。違った。あ、やばい、破ける。お酒について、やばい。これ、赤のマガタムペンダントつけてただろう。何なのよ。あれは玉造温泉でしか買えないんだ。ここにパンフレットがある。15年前、彼女から送られてきた手紙に12月に親友と玉造神社に行ったと書いてあるんですよ。赤のペンダントは12月にしか売っていない。あなたは高校を卒業してから玉造湯神社には行ってないと言った。つまり15年前の12月に行ったんだ。これは、うん、マックス、マックス行っちゃう。何、ここ、あって、違った。強気じゃ、今の強気だったよね。あ、これかな。おお、何これ、こんなのあるの。こんなのあったの知らんかったな。俺は我慢の限界だぞ。何か、この手紙を読んでもそう言えるかな。8通目の手紙は石原さんに。これを読めというの。読んでください。読んでくれ。あなたを親友だと思っている者が書いたものだ。こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか。クリスマスはどうしていましたか。私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメイトとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で金井石をもらってきたんです。お揃いで勾玉のペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。クラスメイトと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。
文野彩。石原さんの手紙を読むとふと悲しそうに笑う。あなたが親友なんだろう。この手紙に書かれている親友は私よ。懐かしいわね。彼女と一緒に玉造湯神社に行ったわ。大学合格をお願いしないとね。どうしたの？私はそれより以前と同じようにみんなと仲良くなりたい。それならそうお願いしましょう。みんなでクリスマスパーティーやらない？え？みんなで集まってワイワイ騒ぐの。そうすればきっと仲直りできる。やりたい。クリスマスパーティーやりたい。かわいい。でも嘘なの。私が願い石に願ったのは大学合格じゃない。彼女の受験が失敗すればいいと願ったのよ。黒、二人は親友だったんだ。彼女が引っ越してきてから私たちはずっと友達だった。二人で同じ大学に行こうって約束してた。それなのに彼女は高3になって変わったわ。別人になってしまった。そして成績を伸ばして国立を目指した。ありゃ、それは彼女が頑張ったから。頭では理解していたわ。でも裏切られた気分だった。マラソン大会のゴールの手前でね、一緒に行こう後ろって言ってたやつが先にゴールしちゃうみたいなやつ。大嫌いな母親にあなただって頑張れば国立に行けたのにって言われたわ。でも彼女のためにクリスマスパーティー企画したんだろ。そんなお人よしの自分も嫌いだった。人に相談されると嫌でもつい助けてしまう。彼女は嬉しかったよ。あの日あんなところで雨宿りしなければ彼女も綾さんにならなくて済んだのに。何事もなく最後の高校生活を送れたのに。絵にしずくのせいよ。ああ、本当のことを話してくれ。彼女は生きてるの。のず君から聞いたでしょ。彼女は教室で手首を切って自殺したの。え、でもこれだとみんな騙してることになる。デブ以外全員騙してることになるな。彼女は自殺なんかしてない。それは偽装だ。デブはそのことがトラウマになってベリーのソースを使えなくなった。俺がアレルギーするともうアレルギーすると彼はこっちにいると言った。食紅だが血のりを作る際にも使われることがある。よく調べたわね。うん、彼女は文の綾を葬るため偽装の自殺をした。その時にこっちにいると血のりを作ったんだろう。しかしデブは本物だと思ってショックを受けた。ただ本当に死んでいる人もいる。火事で亡くなった文野陽子さんだ。どういうこと？あ、彼女ね。明智の幽霊が出た日は美術館の休館日だ。何のことかしら。やべ、自動送りになっちゃった。文野邸に幽霊が出た日をブログに書いている人物がいるんだ。仕事や休みである火曜日に文野邸のあった空き地に花を備えに行ってるだろう。私とは限らないでしょ。あなたはあそこで何度も目撃されてる。写真を持って行って聞いたらすぐに判明する。そうよ。それも私よ。花を備えるのがいけないの？文野陽子さんに罪悪感があるんだろう。それで綾さんの絵を美術館に飾ったんだ。ちょっと小さくなってる。
あ、新聞のコピー、これだ。美術館に飾られてた絵は文野陽子の肖像画だ。丁寧な解説も添えられていたな、あなたの名前で。あなたは俺の探している女性の写真を見てピンときたんだ。15年前の事件を探られたくないあなたは高校のクラスメートに連絡した。そしてみんなに協力してもらって幽霊や伝承や妖怪や UFO の仕業にして俺を煙に巻いて帰ってた。何よ。あ、煙に巻いてか。彼女の親友がこんな人だったと思って。そんなに魅力ないかな。いや、すごい魅力的な女性だと思います。え、エニシズクで会った後もう一度偶然会ったのよ。映画やドラマなら恋人になるパターンでしょ。パターンってなんだよ。そうなったらどうするつもりだ。私に夢中にさせて手紙の彼女のことなんて忘れさせた。拒否マックスモードで拒否ってのもなんか変だけど。いや美人、嘘、美人じゃない。思ってないこと言うの嫌だな。思ってもいないこと言うの嫌だな。せめてもう少しオブラートに包んでいてほしかったですよね。俺の好みじゃないんだ。正直ね。あ、これは待ち続けてなんかマックスさが限界突破するやつだ。このタイプあるの知らなかったな俺。それはそれでまた。俺は君の顔より彼女の顔の方が好きなんだ。こんな最低な振られ方初めてよ。おかげでちっとも悔しくないわ。それは気まずい。もっとチャージすんのこれ。ほい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 。まだ。嘘でも魅力あるって言ってほしかった。黙るって選択肢あるなんて思わないじゃないですか。魅力あるよ。だからここまで時間がかかったんだ。頭のどこかであなただと思いたくなかった。本当に優しくない。そういう人だから彼女は手紙を楽しみにしていたのかもしれないわね。あれ、知ってるんだ。彼女が俺の手紙を楽しみにしていたのか。支えだったみたい。そばにいる私よりずっと力になっていたのよ。嘘。頭がおかしい。返信しかしてなかったと思うけど、彼女はどうなったの。知らない。え、真相を聞かせてくれ。彼女に何があったんだ。なんで話してくれなくても俺は徹底的に調べるぞ。全てを話すわ。え、もう一章あるんだけど。でも今日はダメよ。明日みんなを集めて話すわ。その方がいいでしょ。あ、日曜日だ。日曜日ならみんな明日の午後5時新次湖畔で待っていて。クラスメートを集めておくわ。信用するぞ。おい、のぞくんは相談に乗ってもらったけど付き合っているわけじゃないわ。あら、そうなんだ。分かったよ。また明日ね。あ、楽しみだよ。さすがに疲れたな。部屋に戻って休むか。散々やり合ったからね。腐った世の中に翼をなくした俺は光を求めてさまよう堕天使。シャイな君の横顔よ、いつでも僕の俺の味方だ。みんなが俺を無視しても君だけは微笑んでいた。微笑みがえし